こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドワです。今回はこちらトレスパッサーズをプレイしていきたいと思います。今回こちらのゲームアーリーアクセス版とのことで、まだまだいろいろと要素がね追加される前のバージョンなのですが、なかなか面白そうだったのでプレイしていきたいと思います。で、今作なのですが、横スクロールアクションゲーム、ただし一部のステージは見下ろし型視点になるようです。どうやらね、なんかこの世はまさに世紀末、ゾンビがあふれかえっている世界のようなのですが、主人公たちを使用してプレイしていくようですよ。さてさて、こんな感じでちょっとレトロな画面になったりとかしています。ネタ盛りだくさんだ。ではプレイしていこう。うん、自分自身で進める、あなたのブラザーと一緒、要は2人プレイだよね。1人でスタートニューゲーム、チュートリアル見てみようぜ。おい、始めろよ。ヒント、アンディのストアを訪れて HP を回復しろ。ただし金がかかるぞ。金かかるんかい。始まったぞ。いい感じにちょっと歯が抜けてるおっちゃんで、あお、グレネード、間違えた。ちょっといろいろとボタンを押す癖があるんだ。あ、銃撃てますね、普通に。エフェクトいいよね。ゴーって出てるけど、銃チャージできるわ。銃に制限はないんだね。HP80 でお金があるようですね。ちょっとボタン押す。ドット絵が綺麗だな。RB で、あ、転がれるのね。オッケー。で、上ボタンで登ると。早速、外の方に何かいらっしゃるのか？武器がありますね。これは？取ってみようか。Bボタン。おお。あ、Y ボタンを押すことで、別の武器に変えることができるようだ。サブマシンガン、あ、いいね。 X で通常攻撃、 Y で武器を変える。で、 LB ボタンでグレネード。 OK、 エクシット、あら早い。アンディのショップで、ストアで新しい武器をアンロックしたり買ったりすることができるぞ。アンディって誰だよ。Kill the buddies、 悪い奴らを殺してしまえと。お、こいつらか。ゾンビだね、やっぱり。そして先ほどのマシンがとりあえず物試しに使ってみろってことだったのかな。犬いるね。チワワだろうか。キルオール、全部で16体いるということだね。了解した。おっと、やっぱりここ落ちるのか。チャージ攻撃はどのぐらいダメージあるかな。あー、倍だ。通常攻撃の倍だ。この試しだ。やってみよう。おお、いいね。いいね。ショットガン嫌いじゃない。ショットガンじゃない。ごめん、グレネード。ダメージはどのぐらい打ったろうか。そう、空中で打つと、ちゃんと後ろに主人公下がるね。気をつけないと。反動がある。地上でも反動あるか。ちょっとずつ下がってるよね。前にボタンを押しているので、反動少ないように見えるけど、結構連打できるんだよね。これ連続で敵を倒していると、どうやら、レイジモードなのかわからないけど、モードが発動してるよね、主人公。お金のため取っておこう。もうちょっとレベルのようなものが上がる。レベルかな。スタートボタンとか、あ、まあ、特に見えないか。クロネットさん、これは何だ？ミッションコンプリート。アポカリプティック。あれ、これチュートレベルじゃない？レベルアップだ、やはり。左上、レベルアップって出てますね。レベル上がるとどうなるんだろう。ほほ。早く次のエリアに行かないと。どこ行けばいいんだい？あそこにゲートがあると思うんだ。多分開くはずだ。あれを開けなくちゃダメってことか。Bボタン押してもできないね。なになに？キャッシュアップグレード。ディストリクトゲート。報酬、お金とアップグレード。どれ、これがシティの中心に、街の中心に行くために必要な場所のようだ。よし、ちょっと B ボタンでキャンセルしようと思ったんだけど。ちょっとキャンセルしよう。ああ、X ボタンで通常攻撃。ああ、わかった。LB でミサイルの攻撃。ということは、この状態で戦闘になる場合があるんだ。これどこに向かって行けと出てるんだろうか。別のミッションかこれ。
なんかいろいろとできるんだけど、ここか。でもない、レベルアップって出るね。これなんだろうか。ベラーカトリックメイズ。お父さんはいつも言ってた、この場所は最高だって。特に意味のなく少し、あ、この場所は、この場所は特に意味のない場所だって言ってた。よし、爆弾を仕掛けようだで始める。攻撃ボタンを長押ししていると、アクティブザボンバーリーブ、爆弾を仕掛けてその場を察知されとのことだ喜んで Y ボタンでレベルアップ。いや、違うじゃないか。うん、アポカリプスがあなたに教えてくれる。デッドタイム、あ、0.75 秒間無敵時間が延長される。多分攻撃を食らった後っていう意味だよね。ヴァンパイア、叫ぶ必要はない。 Without Scream、 なぜだ、どういう効果なんだろうか。 Glowing Love、 育つ愛情放射能ダメージを一切受けなくなる。放射能ダメージがどんなものかわからないけど、これを取ろう。で、これでよし、放射能ダメージ。デトネーター C4 をまだオンにしていません。スモーカー、金庫のようなものがあるけど、あれを取った方がいいのかな。うん、これは登れるようだけど、 OK、 ダイナマイトっぽいものあるけどな。降りられるだろう。ああ、そういうものなのか。下の方へ。これは、あ、近接だとナイフなんだ。あかねえなーと。これ開けられないのか、もしかして。開けられた。だよな。そう来なくちゃ。ボタンでレベルアップ。ラスティングレイジ。レイジが25秒。あ、2秒だ。プラス2秒。長めになると。エクストラコーヒー 15% 走るスピードが上がるこれかな。じゃあ、0.75 秒間無敵時間が延長される。この無敵時間が延長されるの多分使えると思うんで、ちょっとやっていこう。下の方へ。ちょっと特殊なやつがいるが、お金を使用する。これが、あ、多分それだ、あれだ、あれがおそらく先ほど無敵になったあれなんじゃないかな。放射能ダメージ、色的に放射能っぽい感じなんだけど、どうなんだろうか。まあいい、進んでいこう。上だ、上で。サラリーマン、ゾンビサラリーマンっぽいやつがいるんだけど、こいつは、あ、やっぱここは通れないのかしゃがんで攻撃していいか、しゃがめねえ。ちょっとダメージ負ってしまった今の。大丈夫か。放射能付きのゾンビサラリーマンがいるね。別の武器が欲しいところだな。この武器でもいいっちゃいいんだが、そう、 HP の最大値がちょこっと上がってるね。レベルが上がったせいか、それとも知らぬうちに何かゲットしていたのか。多分してないと思うんだが、せっかくゾンビサラリーマンがいるのでちょっと倒しておこう。おっと、このレベルアップ要素なかなか面白いね。このタイプのゲームでレベルアップってあんまないんだけど、はい、とりあえず1つ入手したけれど、入手した1つをどこに設置すればいいんだい。ここか。で、今のうちに逃げ出せばいいんだね。任してよ。ちょっと待って、これ開かないんだけど。ちょっと待って、これもしかしなくてもう1つ見つけなきゃダメ。爆弾もう1つあったりする。2の1って出てるんだよね。もう一つここら辺にあるんじゃないかな。あった、やっぱりか。どこから行くんだこれ。ちょっと待って、どこから行くんだマジで。これ開かねえんだけど。痛い。 KO、 自らの爆弾に当たって死んでしまった。なんというダメな死に方。コンティニューで、ちょっとやっちまったな。あ、ワンモア、ワンモアで、ワンモアで。アップグレードは何がもらえるんだろう、これクリアすると。死ぬとは思わなかった。
はい、失礼しました。あ、レベル上がったままなんだね。そういえば、あ、出口ここか。勘違いした俺、あっちから来たと思ったんだ俺。失礼しました。グレネード危ない、気をつけよう。グレネード投げるときは本当に気をつけよう。いいね、みんな俺との約束だよ。まさか自分のグレネードで死ぬことになるとはな。というかね、ダメージが入るとは思ったんだけど、まさか即死するぐらいっては思わなかったんだよな。ごめんなさい、言い訳です。私が悪いございました。レベルが上がると続く上げていこう。やはり1ずつ上がってるな。私は死なない。え、マックス HP がプラス20。うん、敵から食らったダメージを敵にそのまま返す。マグネットウィンガンス、ウィンジャンス。うん、マックス HP アップで。さっき死んだバカだしね。この世は何が起きるか分かったもんじゃねえからね。こいつだけ。ないんだもん、こいつなかなかね。見て、敵、通常の敵の攻撃は一発10ぐらいなのかな、多分ダメージ。この感じだと頑張って連打してるんだけど、おっと、いけた、いけた。これちょっとした稼ぎできるよね。さてさて、で今回のこのゲーム、Steam でプレイをしているので、気になった方はぜひね、チェックしてみてください。例によって例のごとく動画下記の説明欄の方にね、チェックじゃねえ、ごめん。動画下記の説明欄の方にね、リンクを貼らせていただいているので、気になったらぜひぜひ、チェックしてみてほしい。C4 爆発するってパターンかなってちょっと思ったんだ。違ってよかった。割と手が痛くなるんだけど、これ手というか指。さてレベルアップだ。めちゃレベル上がってるんだけどな。ウィークストマーク、あなたは攻撃を受けると、痛みを受けると爆発する。どういうことだ。セトルアカウント、あこちらが無敵になっている間は近くにいる敵にダメージを与える。敵が無防備な状態で倒した場合 50% ヘルスを回復する。これが分からない。ダメージを受けると何か起きるようだけど、吐くのか主人公、吐くか何かかなっていう感じなんだけど、書かれてることからして違うんだろうな。一応では帰ろうか。もう一つの爆弾を先に入手した方がいいと思うんだ俺は。何はともあれ、ちょっと HP が、これ協力プレイが絶対面白いゲームだよね。一人でプレイしても面白いんだけど全然。まあ今のところ序盤ということもあり、敵の種類自体が少なめだけど、これ敵倒してこのコイン取るのだけでも面白いんだけど、レベル上がったら何が手に入るのかっていうのがすごい気になるんで。ああもう持ってねえや。グレネードを真下に投げて焼いたら処理しようかなって思ったんだけど、この状態でグレネードなしで上に行ったらまずいか。下、上じゃない、下に行ったらね、多分ちょっとまずいような気がするので、ここをオンしてと。放射能ダメージ無効化するっていうのは取っといてよかった気がするな。あーそっか。あーでもこれ近いや、今回簡単だね。ちょっとランダム要素というかマップの形状が変わるので簡単なマップになってるね、さっきよりも。まあ、たまたまだけど簡単というほどではないけどね、さっきより分かりやすいかな。あれもう一つつけなくていい。あー場所違うんだ。そっかそっか、下の方で。俺てっきりあそこだと思ったんだけど、ここか。で帰るときはどっちから帰るんだっけ。超考えてるんだけど、どこかな帰り。
どこだったっけな、道敵がめちゃくちゃいた方じゃねえか。まだ時間に余裕があるのでちょっと倒す。こういうサラリーマンっぽいやつ。おっと、これで死んだら元々もないんだけどね。この状態だと撃つ速度が上がる&コイルが上がるのかな。まあいい。さてでは行こうか、車に乗る。あのドリンクは何なんだろうか。アポカリプティック、そして追加報酬結構あるね。そしてレベルアップ、レベルアップ、うん、アップグレード、これ何なんだろう。バンキーバレット、なんだかさっぱりわからん。プレイヤーの速度は攻撃に直結する、攻撃力に関係するって出てるね。走ってるとき、歩いてるときに攻撃するとダメージを与えるのかな。実はちょこっとね、表示というか書かれ方が一風変わってるのって、今作実際に何なのかわからないんだよね。ああ、敵いるな。アンディーズなんとかかんとか、ウーバーショップか。はいはい、アップグレードを購入する、何もない。サプライを購入する、ぬかビール、マックスヘルスが10アップ、うん、ヘルスキット40ヘルスを回復する。あ、そうか、これ金ねえんか。俺今金いくらあるんだ。あの59かな。アップグレード買う、ただアップグレード売ってない、残念。そっか、てきりアップグレード買えるのかと思ったが、エクストラコーヒー、うん、どれかかな。ウォーキングシミュレーター 100% おかしくなった感じがする。これたまに変なのあるんだよ。リスキープレイ、こちらのか。あ、敵に与えるダメージか。こちらの HP が低くなっているとき、敵に与えるダメージが上がるというものだと思う。合ってると思う。走る速度が 15% アップ、こちらを取ってこう。無難な方をね。パーク、ここなんだ。ここで何、ビールをちょっと守ろうぜみたいなこと言ってるけど、こいつはいいや。ビールか、やっぱり。そうですね、敵にビールを触らせるなみたいな感じのあれが出てますが、分かって、敵倒しまくればいいんだろう。任してくれよ。ビールは向こうだ。あ、敵に噛まれてんのこれ、いつの間にか。なんだあれ、こう、やめろい。これでもなんだろう、時間制限とか何かあるのかな。敵無限湧きじゃないのこれ、見た感じ。ウェーブ7、あ、そっか、ウェーブ数が下に出てるや。なるほど。おっと、そうはどんやがおろさねえ。他の武器がやっぱり欲しいよね。アップグレードとかで売ってるのかなと思ったら売ってなかったしね。あとあと売られ始めるのかもだけど。お、なんか裸のゾン、変なゾンビいたぞ。あいつ壁壊そうとしてるな。これ何なんだゾンビ。あと妙に音楽がかっこいいんだよな今作。おっと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 、なんだ、隠れろ。ここか、ここに隠れてないと即死かな。はまさに世紀末、核の炎が世界を覆っている。いや、割と冗談なしで核が覆ってたっぽいんだけど大丈夫なのかな。おっと、せっかくだ、取ってこう。チェーンソー、みんな大好きチェーンソー、キルオール。何これ、
おー、チェーンソーだ、チェーンソー、みんなで大好きチェーンソー。ちょっとこれちょっと危ないけど、自分で言うのもなんだけど、あと3体、どこで残り、この敵は一体どこに、あんなところ来やがりや、これでも暗いな。ミッションコンプリート、ゴートゥネクスト。で、報酬がもらえるわけだが、ビールは一体何なんだ、このビールマークは。HP が13回復したよってことか。これ死んでしまうと初期からやり直しとかかな。HP すれば回復できないもんね。ああ、でも俺死んだけど何もなかったか。後ろに向かって撃つことができる。Here it was。OK。エクスプロジブシェル。あ、どっちかか。これお金がないから買えないよってことかね。320、エクスプロジブシェル。たまに爆発する。じゃあこれで。では GO だ。レベルアップ。あ、HP が1点、HP が減るごとに 1.5 お金をもらえると。遠くにあるアイテムをピックアップする。簡単にレイジモードになる。これはどれにしようかな、これかな。ダメージを負うたびにお金が手に入る。なかなか優秀なのではないだろうか。さて、町の中心へ行くにはここを通るしかないようなので、ここを通ってみよう。画面近っ。おお、オーマイガード、オーマイガード、オーマイガード、ちょ、待てとは、びっくりしたよ。あ、太ったやついる。おお、オーマイガード、硬いこいつ。あと死にかけなんだけど、ゾンビドッグいるんだよね。おいブラザー、やめようか、やめようかブラザー、それ、そういうの、そういうのよくないって。死にかけなんだけど、ちょ待てチェーンソー持ちっぱだね、この前のチェーンソー。はい、死んだ。 KO ゼロやったんで、これ何、やり直しだよとかかな。変わってねえな。これ要は残機がないからステージの最初からってことかね。持ってるステータスとかはそのままだ。じゃあ大丈夫。最近なんかローグライク系のゲーム結構やったからな、なんか疑心暗鬼に変われてしまった。一時的に耐えしのけばいいのか。ちょっと、でも当然って言えば当然なんだけど、あまり HP が、 HP じゃない、ごめん、経験値がたまらなくなったよね。お金取っても今日遅くなった。例えばたまに爆発するバレットってあれか、出てるやつか。バレット自体がではなくて爆発するの、この残り、この主人公撃つと出るじゃないですか、このバレット横、あれがたまに爆発してるね。わお、なんだこいつ、ピンポイントで避けやがったな。おられ、引っ張るんじゃねえ。わお、いい感じだ。おっと、なかなか強力じゃねえか貴様。これでいいのか。いや、めちゃくちゃ強かったんだけど、あいつグレネード様々だよ。死ぬかと思ったぜ。なんとかクリア。ついでにお金をちょこっとゲット。
レベルアップ、レベル7になったのかな、これで。何が入手できるんだ、レッドホットシェル、タイニービッツオフヘル。あ、クリティカルでさらにダメージを与えることができる。さらに遠くに向かって撃つことができるようになる。これだな。これは買わないと。カブーン、もっとクリティカルでダメージを与えることができる。これはさすがに買えない。金がない。強化もなかなか面白いね。コンティニュー。さあちょっと物を試しにお茶の店にまた戻ろうかな。クイックフィンガーズ。あ、 10% の確率で一発多めに銃弾を撃つことができる。忍者スピン。 50% の確率でスピンが敵のダメージを回避する。どういうことだろうか。あ、くるくる回ってる時か。簡単にレイジモードになることができる。これは持っていたな。撃つ確率がちょっと上がるやつを取っておきましょう。ではショップアップグレード買う。あ、レッドオートシェル、取り逃したものをこちらで再度購入することができるようだね。いくつもあったじゃないですか、さっき報酬が。で、取り逃したものをこちらの方で買うことができるみたいだね。こいつは面白いや。さて、といった感じのゲームになっています。いかがでしょうか。これでマップを見ることもできるようですね。ここら辺で一旦今回は終了したいかと思います。お付き合いありがとうございました。さて、今作まだアーリーアクセス版ということで、今回は単発実況でプレイさせていただきましたが、もしかしたらね、アーリーアクセス、早期アクセスが完了した後は普通にね、配信をするか、ライブ配信したりとかするかもしれません。気になった方はね、現在でも結構遊べるようなので、ぜひ Steam のページでチェックしてみてください。残念ながら日本語化がないのがちょっと本当残念ですね。なかなかネタに走ったような感じのストーリーになってもいますし、会話がね、面白いので、それは日本語化もチェックしてみたいところですね、出たら。ではでは、長々とお付き合いありがとうございました。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。たまにライブ配信もやってるのでね、できればツイッターの方なども登録していただけると、ライブ配信の見逃しがなくなるので、ぜひぜひご活用ください。ライブ配信開始10分前などには告知をさせていただいてます、ツイッターの方で。もしよければ高評価の方もよろしくお願いします。ではまた次のゲームでお会いしましょう。ホビドワでした。